モンテベルディが作曲したオペラセリア、ポッペアの体感とも言う、ジョバンニ・フランチェスコ・ブセネドの台本による、古代ローマ帝国の皇帝、ネローネが周囲の反対者を排除して、寵愛するポッペアを皇后とする物語。1642年にベネツィアで上演された、現存する筆者者不明のナポリ公。 ベネツヤ公の二種類の主公文には歌と低音部しか書かれていない。そのためこの作品は演奏者によって楽器、演奏が様々に異なっている。幸運、美徳のどちらが偉大か争っているところに愛の神が割って入り、自分より偉大な神はいない。私が少し動くと世の中が変わるのだという。夫尾根が戦地から家に帰ってくると皇帝ネロ尾ネの兵がいる。 そこで妻の浮気に気づく。一方、オッター・ビアも夫の浮気に悩まされている。セネカは彼女を慰め、皇帝には浮気をやめるようにと忠告する。ネローネは離婚して、ポッペアを皇后にするとポッペアに告げる。ポッペアは、喜んで邪魔なセネカを消すためにあることないことを、ネローネに言う。兵が自害の命令をセネカに伝える。 セネカは家族や友人に引き止められるが、命令に従って、風呂桶の中で手首を切って静かに死ぬ。オッタービアは、オットネを脅して、ポッペア殺害を命じる。オットネは、ドルジッラから服を借りて女装し、昼寝中のポッペアを殺そうとする。しかし、愛の神がポッペアを目覚めさせてことなきを得る。気づかれたオットネは逃げ去る。アルナルタは、オットネを、ドルジン だと間違え、ドルジッラが殺そうとしたと告発する。ポッペイや殺害未遂の罪で皇帝の前に惹かれた、ドルジッラは愛する夫ットのために自分がやったと言う。そこに、夫ットが駆けつけ、自分が真犯人であること、オッタービアに命じられたことを皇帝に言う。ネローネはリエンの口実を得て喜び、チートを厳じて、夫ットを国外追放に処する。ドルジッラは、 同行を願いで、ネローネはこれを許し、彼女を特府と称える。オッタービアは離縁され、小舟で流されて追放される。めでたくポッペアは新皇后となり、進化たちや神々の祝福を受ける。ありがとうございます。